します。ご登壇を求めます。1番友永議員。皆さんこんにちは。こんにちは。ただいま議長より、登壇の許可をいただきましたので、1番友永勇の一般質問を始めさせていただきます。さて、昨日の一般質問でも今の民主党政権のですね、明確なビジョンの感じられない具体的な国政運営について、いろいろ話題も出ておりましたけれども、やはり竹雄も日本丸という船に乗っている以上は降りることはできないわけでですね、それはそれとして、批判なり意見なりは出しながらも直接市民にその影響が降りかかるということを考えれば、できる限り将来の予測を踏まえながら竹雄氏としても市民の生活を守るという使命を果たしていかなければならない、そう考えております。で、今回の質問については、大きく分けて5項目取り上げさせていただいております。まず国庫会計と医療費削減について、2番目が公民館運営について、3番目農業政策後継者育成について、4職員の個性を生かした人材活用について、5消防行政についてとなっております。で、先ほどのですね、山口八代議員さんの内容とちょっと内容的にダブル部分もあるかもしれませんけれども、私なりの考えを踏まえながら質問させていただきますので、答弁の方よろしくお願いします。では早速、国庫会計と医療費削減策についての質問に入らせていただきます。前年度平成21年度の決算では、繰上重要金、国庫の特別会計ですけれども、8943万5000円が計上されております。これはつまり例えるとすればですね、一般のサラリーマンの家庭であれば給料を前借りした状態と、まあ企業で言うとすればもう自転車操業状態に陥っていると、そういう状態だと認識をしております。で、これが去年が特別な事情があった一時的なものであれば、しばらく様子を見るということもできるとは思いますけれども、今年の状況といいますか見通しについて、まず内容をお尋ねいたします。古賀倉志部長。国民健康保険会計の特別会計の決算につきましては、20年度決算においてですね、先ほど議員おっしゃいました通り、8900万ほど21年度の会計からですね、まあ、前借りというような形で繰上重要をさせていただいたというところでございまして、これを前提として21年度の決算につきましては、7400万円ほどですね、不足をしたということで、22年度の会計から繰り上げ重要したということになっておりまして、21年度の単年度で言いますと8900万から7400万に減ったということになりますので、約1500万円ほどですね、まあ、黒字、単年度で言えば黒字だったということになりますけれども、まあ、本年度につきましてはまだ事業継続中でございますので、収支については改善を期待をいたしておりますけれども、まだ見込みとしては立っていないというところでございます。1番友永議員。で、今年度の見通しという数字としてはもう 出ないということですけれども、新聞記事と他の自治体の状況と勘案しますと、約6割の自治体がもう赤字運用を強いられているということで、どうしてもですね、もう独自にできる対策をこう探っていかなければいけない。で、国庫の
広域化についても話があっておりましたけれども、やはり広域化っていうのはそもそもそのリスクを分散するっていう位置づけだと私は考えております。で、広域化したから負担を減らせるとか医療費が減らせるという問題ではなくて、保険っていうのはそもそもこう支え合うという仕組みですので、なかなかそのコスト削減、市民の負担を減らすという意味では、効果がどうなのか、非常に私もこう不安に思っている次第です。で、武雄市としてもですね、未納者対策など、個別訪問などでやれることはもう実際やってらっしゃると思います。で、今の経済状況等を考えた場合に、保険料の増額等もなかなかできる状態ではないというのが現状だと思います。で、そういう中で、まず何かできることはないかということで、私なりに新聞記事等をですね、見た中から、医療費削減策についてご提案をしていきたいと思います。まず、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、広島県の呉市では、平成20年度からジェネリック医薬品の普及策に取り組んでおられます。で、ジェネリック医薬品というのはご案内だとは思いますけれども、簡単に説明しますと、製薬会社が発売した新薬の特許が切れた後にですね、他のメーカーから発売される医薬品、いわゆるこう同じ成分で、特許が切れた製品で開発コストがないということで先発薬よりも2割から7割安くなっているということで、この割安な薬品の導入を積極的に推進されているのが広島県の呉市になっております。でちなみに広島県の実績をご紹介しますと、取り組み始めた20年度ですね、20年度が4500万円の医療費の削減で、2年目の21年度が8800万円の医療費削減効果となっております。で、広島県の呉市の人口が24万3千人ほどですので、これを単純にこう人口比率で、武雄の5万1000人で換算した場合ですね、武雄ならば1800万円程度の医療費の削減が見込めると。で、個人負担っていう面から言いますと、多い人では一月あたり2万円の医療費、2万円程度の負担の軽減につながっているという実績を挙げていらっしゃいます。で、取り組み始めから1年半ぐらいで、普及率の方ですけれども、16.1% から 19.6%、つまり 3.5% 普及率を上げることによって、8800万円の医療費削減に成功されております。で、こういう取り込みを他でやられているということなんですけれども、武雄市において、このジェネリック医薬品についてどういう取り組みを行われているか、お尋ねいたします。岩田市長。答弁に入ります前に、先ほど国交会計で黒字だと、単年度黒字だという部長発言がありましたけれども、これは訂正しますよ。赤字の幅が下がって、1000万下がって、黒字といったら、そういう黒字に対して失礼かですもんね。ですので、これは赤字幅の減少だということで、これは正確に私から修正をさせていただきたいと思います。それともう一点が、先ほど広域化の話が出ました、これリスクの分散じゃないんですね。要するに持続可能で無駄な事業っていうのはやっぱり重複するとね、各市長が20市長が重複事務って結構あるんですよ。
で、それを一元化するによって、その事務の無駄を削減しましょうと。それともう一つ大きな狙いがあって、これは憲法上の要請で、やっぱり隣の市の人とですね、そう、保険料の違うとは、それはおかしかろうもんと。いうことは、それはあると思うんですよ。これ、国民の、その、健康、医療健康に直結する話ですので、そういう意味では、これは広域化、まあ、日本全体とは言いませんよ。ですが、ある単体の行政区域、広い行政区域に合わせるっていうのは、これは私は憲法上の要請だと思うんですね。だから、様々なことを勘案したときに、持続可能な、国王の体制を構築する上からでも、これは絶対必要だと、私自身は認識をしております。で、その上に答弁で入りますけれども、これがですね、あ、すみません、よろしいですか。これが、ジェネリック医療品希望カードなんですね。この、こちらに、あるものがカードなんですけれども、これは、武雄市独自での取り組みは実施していませんけれども、国王頼りで、市民の皆様方へ利用促進の PR はもうすでに実施をしています。で、その上で、まあ、75歳以上の、高齢者の皆様方に対しては、今年4月から、保険証更新時にジェネリック医薬品希望カードを同封をして、利用促進を図っています。それともう一つですね、これ報道されておらんですけど、大きな問題があって、例えば、今まで私立の市民病院ですね、私立の時の。で、今、新武雄病院になった時にですね、やっぱり言いなりに内容だとですよ、これ、製薬会社の、どういうことかっていうと、私もびっくりしたばってんですね、3割タコを買わされるったとですよ、3割、平均して。で、これが、実際ですね、お困りの患者様方にこう跳ね返ってきよったとですね、ですので、そういう意味からしてもですね、やっぱり恋は、もちろん患者様方の、利用促進っていうのもありますけれども、やっぱり病院側が、まあ、私は、民間病院のことはどうこう言うつもりはありませんけれども、やっぱりその医療事業者の皆さんたちもね、よくそれはきちんと考えられた上でね、利用促進を図るべきだというように私自身は認識をしております。じゃあ1番、友永議員。はい、実際、ジェネリック医薬品の普及についてはですね、いろんな問題もあるようです。で、実際私も武雄開業医の方にお尋ねしたんですけれども、やっぱり実際その成分が同じといっても、その粒子の大きさとか吸収効率とか、やっぱり臨床試験が十分行われていないというところで、やっぱり開業医の方もですね、その、重い症状に対する薬とかは、もうなかなかやっぱりその、患者さんに勧めることはできないというようなことはおっしゃっていました。で実際ですね、ジェネリックの普及率っていうのは、今日本でだいたい2割程度、で、アメリカの方ではですね、実際7割が普及しているということで、厚生省の方で、厚労省の方でもですね、平成14年度から、一応もうそう、推進していこうということで、取り組みを行われているようです。で、その心理的な抵抗感、やっぱ品質、に関してはですね、やはり福岡県とかの取り組みでは、医師会と薬剤師会、そして、福岡県の方が連携されまして、で、そういう不安があるならば、実際その検証していこうということで、福岡 県の方で比較試験を行いながら、医師会と薬剤師会と連携を取りながら普及策に取り組んでいらっしゃるようです。で、その結果ですね、福岡県の方ではもう 28% という普及率にもう実際に、なっていると。で、実際やっぱりまだまだこうやり始めた状況で、患者さんに対して直接
使ってくださいというような言い方はできないのが実情だろうと思います。で、広島県でやられている取り組みっていうのが、まずそのジェネリックを使った場合に患者さんの医療費がいくらになるのか、ジェネリックを使った場合、使わなかった場合でいくら安くなりますよというその差額の数値を始めて、その普及率が実際上がっていると。やっぱり国保ダイアリーとかでも竹尾でもいいのに、その存在自体の紹介は、一生懸命やってられて思いますけれども、やなかなかその自分の医療費がどうなるのかっていうのが具体的な数字で見えてこないと、なかなかその関心を持ってもらえないっていうのが実情としてあるようです。で、欧米のアメリカのですね、普及率7割っていうのを考えた場合に、今後やはりこう直接的に費用が削減できるということを考えた場合に、呉市の方の取り組み等をですね、一回勉強してみるべきではないかと。で、新聞記事等だけではなかなか詳しい状況、いろんな現場ではいろいろな問題も発生しているとは思いますので、そういうのはやはり直接行って話を聞いて、竹雄で導入できるものかどうか、そういう検討をまず行ってみるべきではないかと考えますけれども、市長の見解をお願いします。平田市長。これは国保連合会、私理事でありますので、その立場も含めてお答えしたいと思います。これはなかなか単体の市や町でこう視察に行くって言っても、制度の運営自体が佐賀県の国保連合でありますので、これは国保連合の理事会にきちんと諮りたいと思っております。国保連合会がその先進地の呉市であったり、まあ、他にもいくつかあるようですので、それは私の方からご相談を申し上げたいと思います。それとジェネリック、これ医療問題の時に私も相当勉強させていただきましたけれども、なかなか難しい、難しいんですよ。っていうのはこれですね、私もここに例えば3割ぐらい下がりますとかって書けばいいじゃないかっていうふうに事務方とこう話をしてたんですけど、これ裏面にですね、やっぱり医療問題っていうのはこれ難しくて、ジェネリック医薬品への切り替えにより薬自体の価格は下がっても自己負担がそれまでとあまり変わらない場合もありますとかっていうふうにこう書いてあるわけですね。これは医療関係者としては真っ当な意見だと思うんですね。ですので、これは我々が行政側が薬の知見がない、我々がね、何割下がりますって、平均何割下がるって、これ非常に危険な話でね、これはあくまでも我々利用促進の普及に徹して、これは遅々として進まないというご批判もあるかもしれないんです、知りませんけれども、それはお医者さんと、実際のかかりつけのお医者さんと患者様の間で話し合って、これだったらこれぐらい下がりますよねという、その個人の話だと思うんですよね。で、私はそういう意味で今の普及カードがこのような形になっているというのは、これはある意味良心良識の私は現れたと思っておりますので、そういう意味でその促進とその下がるっていうことですね、その明示ですよね、これは私は分けて考えるべきだというふうに認識をしております。一番友永議員。はい、で、新聞記事等でもですね、やはりこういろんな細かい面で見ていくと問題があって、そう簡単にそいつはやろうかっていうものではないという印象は受けております。しかしやはりまあ、一応頭に入れておいて注意深くですね、その推移を見守るといいますか、まあ、直接患者さんの負担減に実際もうつながっているという事例が出ていますし、そういう状況を見ながら注意を払っていくということが必要かと思います。で、続きましてですね、今度は兵庫県の尼崎市の事例なんですけれども、兵庫県の尼崎市の方では、平成18年度から特定健診と特定保健指導
に基づいてエースアップ天崎戦略事業を展開されてまして、緻密な保健指導で重症化予防、入院、医療費の削減に実際に効果を上げられております。で、多機能でのですね、特定健診の受診率の推移と、あと脳卒中、心筋梗塞、人工透析を要する腎不全などの高額医療につながる重症患者数の推移をお尋ねいたします。小川倉志部長。多機能市における特定健診の、割合につきまして、20年度から本年度までについてお答えしたいと思います。20年度が 29.7%、21年度が 36.7%、それから本年度が現在までのところ 27.3% という数字になっております。次に人工透析をされている、患者さんですけれども、通院・入院合わせて申し上げますと、20年の5月時点ですけれども、52名、それから21年のが41名で、本年度が63名といずれも5月時点でございます。次に脳梗塞等の患者さんですけれども、20年の5月時点で258名、21年が233名、22年が235名と、こういうことになっています。1番、友永議員。で、受診率と、その重症患者数の関連ということでちょっとお聞きしたわけですけれども、ちょっと勉強会を開いていただいた時の話でもですね、なかなかその検診率の向上、が難しいということで、聞いております。で、天崎市の例をちょっとご紹介いたしますとですね、そのヘルスアップ事業をやる前、入院患者数が 3.4%、 病院に来られた方の患者総数の 3.4% が入院患者の方で、その 3.4% の方で医療費の 47% を占めているということで、とにかくその重症化予防っていうのを特に徹底的にやらないといけないということで、平成19年度が 24%、特定健診の受診率がですね、これを、受診率の向上に取り組んで 43% まで、引き上げられております。で、その特定健診の結果において、その重点的に保健指導等を行って、重症高血圧者が平成19年度で 4%、受診者の中でですね、4% いらっしゃったのが、保健指導を緻密にやることによって、21年度には 1.7% に削減。で、糖尿病患者においては、平成19年 2% いらっしゃったのが、平成21年では 1.3%。で、この重症患者を減らすことに実際に、成功しておられます。で、入院患者数におきましても平成17年度比で 0.5% 減で、全体の医療費として 6% の減少ということで、総医療費の削減に実際にも成功しておられるということで、非常にこう私もちょっと新聞を読みながら興味を持って今回取り上げさせていただきました。で、まずはですね、特定健診の受診率をまず上げると
みんなにこう皆さんに検診を受けてもらって、とにかくその問題のある人を早期発見して、重症化を防ぐということに取り組んでおられます。で、実際数値データとして見た場合にですね、心筋梗塞などので重症患者になられた患者さんのうち、やっぱり8割から9割の方が検診を受けてないと、ないいうことで、やはりもうその検診を受けてもらってですね、まず、こう保健指導を受けてもらうという方向に持っていくのが、まず大前提の取り組みだろうと思います。で、大人になってからのそういう生活習慣病っていうのは、子どもの生活習慣がそのまま大人でも反映されているっていう観点で、天崎市の方では小学5年生と中学2年生での検診を開始されております。竹尾については、その小中学生についての検診の状況というのが分かれば、その状況をお尋ねいたします。浦河教育部長。お答えいたします。市内の小中学校の児童生徒の検診の診断でありますけれども、これは学校保健安全衛生法に基づきまして、栄養状態、視力、聴力、そういうものを含めまして、行為による内科検診、こういうものも検診をやっているところでありますし、武雄市は木島君と一緒になってですね、平成7年頃からこれとは別に中学1年生だけの小児生活習慣病の検診をやっているという状況でございます。1番友永議員。それではですね、天崎市では小学校年生と2年生ということで、やはり継続的に後のその生活指導の効果を把握されているということで、生活習慣の子どもの生活習慣の改善に取り組んでいられるということでだと思います。で、食育、これ小中学生に関しては食育という面からも、やはり非常に効果があると考えます。やはりちょっと資料を勉強会でいただいた資料等を見ますと、実際 人工透析に行かれている患者の数っていうのがですね、平成10年あたりから急激にやっぱり増加していると。で、そういう方、やっぱりもう医療費の問題だけでなくてですね、さっきの山口博議員の質問の中でもありましたけれども、ご本人さんの生活等を考えた場合に、やはり、しっかりこうフォローしてといいますか、もう未然にそういう重症化を予防するということで、まずはですね、やっぱりその天崎市がもう医療費削減、重症患者の削減に成功しておられるということで、そういう取り組みを見に行っていけばどうかと考えております。先ほどの質問ともちょっとダブルかもしれませんけれども、で、やはりその現場に当たる職員の方にいい事例を直接見てもらうということができないかということで、ちょっとご質問させていただきます。小川暮らし部長。特定検診につきましては、先ほど申し上げました通り、非常にですね、
研修率がまだ向上していないということでございますので、さらに向上するようにですね、他市の事例等も参考にしながら精一杯努力をしていきたいというふうに思います。質問の途中でありますが、議事の都合上午後1時20分まで休憩いたします。